ズの趣味部屋へようこそ。今回はね、まあサムネとかでも分かる通り、こちらじゃじゃんとね、はい、一番くじドラゴンボールスーパー20周年フィルムのあのね、くじになりますが、こちらね、もう結構ね、もう出て時間経つんですけど、自分はねこれやれなかったんですよ。くじ引けなかったんだよね、一回も。なのでね、これ、引いたんじゃなくて、買ったんだよっていう感じでね、はい、安く手に入ったんでね、今日はこれを、開封したいと思います。というよりね、もうすでに開封品です。はい、なのでね、もうすでに、開封されてるやつなんで、パパーとね、お見せしていきましょう。はい、はい、組み立て終わりました。ではね、見ていきましょう。はい、こちら。いやね、これでかいね、まずね、マスターライズっていうね、なんか新シリーズ、なのかね、まあ一番くじだけど、出来はすっげえかっこいい。めっちゃかっこいい。この角度とかすっげえかっこいいな、これ。やばいね。いや、いいわ、これ。いや、前々からね、このゴジータはね、欲しかったんですよね。ただね、いざ引こうと思ってたら、もうくじが終わってたっていうね。そういう感じで結局手に入らなかったんですよね。ブロリーも欲しかったな。まあ他の賞も欲しかったけど、まあ、とりあえずこれだけね、安く手に入れることができたんで、今回はねご紹介するに至りましたが、まあやっぱね、作りは一番くじだからね、悪くないですよ。ただやはりね、中古なんでね、至る所にちょっと塗装のハゲとか、ハゲてるやつとか、色移りとかがあるんですよね。まあ、それはしょうがないか。いや、いいね。でもかっこいいわ、ほんとこのゴジータ。あのね、プライズのやつも欲しいんだよね。あの、ナムコ限定のね。はい。あれもね、密かに狙ってはいます。はい、まあとりあえずね、そちらもね手に入り次第ね、ご紹介していきたいと思います。とりあえず今回はね、この一番くじのゴジータ、めっちゃかっけえこの角度。はい、ということでね、短いですが、今回はね、この辺でね終わらせていただきたいと思います。皆様ね、チャンネル登録、あといいねボタンお願いしますね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。